ヨーロッパリーグ、L グループ I 組、第5節、スイバ、スポル対ビジャレアルの試合が現地時間3日行われる。その試合を前に、海外メディアがビ・ヤレアルのスタメンを予想した。ビジャレアに所属する19歳の日本代表 MF、久保建英は、先発よ、となっている。今シーズンの久保建英はダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。ここまで L の4試合連続で、先発起用されている。ほ。前節のマッカビ・テルアビブ戦ではスタメン起用されるも低調なパフォーマンスに終わり、リ、63分間のプレーで途中交代している。しかし、レでも、今伏のスイバス・スポル戦で、先発出、すると、海外メディアが予想した。A メディア、ポーツモールは、カルロス・バッカがレアル・ソシエダ戦で負傷したため、代わりにジェラ・ル・モレノが起用される可能性があると伝えている。また、久保も L5 試合続けてのスタメンよ、だ。果たして、久保は、決勝トーナメント進出が、かかる試合でどのような活躍を見せるのだろうか。りょう。